みなさん、こんにちは。志田優美です。今日はですね、普段使っている小さいバッグの中身紹介をしたいと思います。日によって大きいバッグだったり小さいバッグだったり買えるんですけれども、今日は、ね、小さいバッグの方を紹介していきたいと思います。最近使っているバッグはこちらです。ポレーヌのバッグです。これはミニサイズなんだけど、これの大きいバージョンのブラウンも持っているんですけど、それも愛用しています。このポレーヌのバッグはね、こうやって肩にかけれて、しかも何でも洋服に合いそうな色だなと思ったので、これを購入してみました。さあ、中身を早速紹介していきます。まずじゃん、除菌系ですね。これはご飯屋さんとか行った時に、たまにおしぼりとかない時に代用で使ってるやつだったり、あとはなんか手が気持ち悪くなる時とかあるじゃないですか。そういう時に使ったり、これも同様で、これなんかね、旅館でもらったんですけどね、持ち歩きに便利だなと思って。これはスプレータイプの消毒液でございます。消毒セットは大事なので結構持ち歩くようにはしています。そして次はエアポッツ。これはうどんタイプじゃない方だね。私これがすごい好きで、一回これ洗濯しちゃったんだけどなんとかね、生き延びてくれました。これを家に忘れちゃうと取りに戻るぐらい大事になってくるので、電車とか乗ってるとさ、うるさい時あるじゃん。そういう時にノイズキャンセリングを使うと周りの音を防いでくれるので、私はこれ大好きです。壊れてもまたこれを買い直すと思います。そして次こちらです。パッカンこれなんていうの、パッカン、止めるやつ。髪もだんだん長くなってきて、ラーメン屋さんとか行ったりご飯屋さん行った時にこれさえあればね、まとめれるので。そして次はこちらです。これはケイトのリップとフェラのリップなんですけど、これは毎日メイクの時に紹介してあるこの03番のカゲロウ、普段使いにすごいいいので、まあお昼とかはこういうのを使って、で次にこのヘラのリップはだんだん夜にかけて唇赤くなってくってすごい可愛いと思うので、こちらのヘラのねリップを夕方から夜にかけて使ってます。そしてこれはイプサのね、ザ・タイムのデイスティックです。これは前からある商品なんだけど、こんな感じで中がスティック状の美容液みたいな感じになってて、メイクしたてとかは全然いいんだけど、夕方とか夜になるにつれてほうれい線だったり目の下のねコンシーラーが溜まってきちゃったりするときに、こうやって保湿してあげて直すようで、最近買いました。これも結構大好きです。そしてこちら香水です。これはここのブランドのね香水がすごいいい香りだっていうのを聞いて、うん、万人受けしそうな香りです。きつくもなくお風呂上がりみたいな匂いです。ちょっとした時にねさっと振りかければいい香りを醸し出してくれます。あとはもう最後になるのかな、こちらお財布。これは三つ折り式かな、三つ折り式になってて、YUM と書いております。ママからの誕生日プレゼントでいただきました。夏とかねちょうどいい色だなと思ったので、こっちに切り替えています。普段はヴィトンの黒い財布です。この中には免許証と銀行のカードでしょ、あとは家の鍵でしょ、あとは保険証だったり皮膚科のカードだったり、お金は一銭も入れてないです。最近は本当にキャッシュレス化になってきたので、私はクイックペイとか全部カードで済ますようにはしています。あとで携帯は今でも 10S でございます。 10S 使ってる人いますか？私すごいね、みんなに驚かれるんだよね。カメラみんな今3つが主流になってきてるじゃないですか。私2つだからさ、 10S だからさ、まだ持ってるのよ。しかもすごい長く、14が出るまで待ち続けようと思います。耐えてくれ 10S。 はい、こんな感じで小さいバッグの時の
中身紹介でした。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。以上、しだゆうみでした。バイバーイ。